はじめにこの 2,3 日、コロナの感染が、掛川市が増えてきております。昨日が3件、おとついが4件あります。週末に入ってから、昨日までで12件という件数が、発生といいますか、感染者が出ております。少し心配をしておりますが、変異ウイルスとかあるいはクラスターとか、そういう状況ではありませんので、これがどんどん増えていくということはないというふうには思っておりますが、改めて市民の皆さんに、マスク着用、手洗い、それから3密回避、こういうお願いを、市長メッセージとして発信をしたところであります。それからワクチン の配布の関係ですけれども、4月の19日に、625人分、それから4月の26日の、週ですね、19日の週、4月の26日の週に、975人分のワクチンが配布をされるという予定になっております。医療関係者で、接種をされていない、65歳以上の方に、接種をしていただくというふうに思っておりまして、残ったものについては少し、個数が増えた段階で、どういうふうな準備で、順序で、接種をお願いするかということを決めていこうと、こういう今段階であります。それから4月の23日に、クーポン券を、予約券ですかね、これを配布するという予定で、です。それから明日ですけれども、4月10日、コロナウイルスの接種のシミュレーションを、これ BRG の体育館で実施をいたします。午後ですか、午後2時になります。午後2時になります。また取材方お願いしたいというふうに思います。それでは今日の最初の市長の話題提供ということでありますが、国の定員の待機児童は、ゼロということで、あります。資料の1の1をご覧いただきたいというふうに思います。4月1日 の、 認可保育園の入園申し込み者数は、保育ニーズが高まっているということで、昨年より85件、増えて、2676人となりました。4月1日現在の、掛川市の国定員の待機児童はゼロということで、表を見ていただければと思いますが、待機児童ゼロ達成の、要因の一つは、施設整備、この資料の2の1を見ていただけると分かると思いますけれども、施設整備を積極的に行って、平成29年度以降の5年間で、940人の定員増加を図ったということで、あります。この4月には認定こども園2園、それから認可保育園1園の開園など、297人の定員を増やしたということになります。で、2つ目ではありますけれども、これはソフト事業対策ということで、リメンに
比率がありますが、まあ、いろんな先生以外にも対応していた、幼児教育保育サービスの充実のため、年度途中の経年に必要な保育士の配置、それから保育士の業務負担軽減となる人員配置、認可外保育施設等に入所している世帯への保育料補助等の事業を実施しております。それから保育士の業務の負担の軽減と、まあ、働きやすい職場環境を整備するというのから、保育士等就職応援、資金貸付事業の実施による人材確保、それから離職防止を進めることにより、まあ、待機児童の解消を図っております。このような待機児童対策の結果、今年の4月の認可保育園入所者数は、まあ、最初の1に記載の通り、2591人となり、まあ、昨年より174人多く入所をしていただくことができました。また希望する認可保育園に入所できなかった方は、まあ、昨年より89人減の85人であります。そのうち44人は企業指導型保育なども認可外の保育所に入所、それから幼稚園の預かり保育の利用で、残りの41人は入所後給食予定とか、あるいは特定な保険のみを希望された方ということで、まあ、入所できなかった、まあ、こういうことで、あります。今後も女性の活躍、それから、乳幼児教育の無償化などにより、保育率はさらに高まっていくことが予想されます。掛川市としては、新型コロナウイルスによる影響を踏まえ、保育ニーズを把握し、計画的な定員確保に努めるとともに、普通、保育人材の確保を進めていこうと、待機児童をゼロにしたいということで、かなり急速といいますか、発生制御を進めてきましたが、やはりまあ、今コロナの状態で少し、企業への女性の、まあ、就労というのは少し減ってきているというふうにも見ておりますが、これが回復すれば、まあ、さらに、保育ニーズの高まりが出てくるのではないかなということでありますので、これからも、施設整備をさらに着実に進め、安心して、掛川で子育て、保育園に預けることができる、まあ、そういう、まちづくりをしっかり進めていきたいというふうに思っております。それから2つ目でありますけれども、市政3期12年を、まあ、振り返って、まあ、こういうことで、ありますが、資料にはもう、こういうこともやった、ああいうこともやったということがいろいろ記述をされております。まだもっといろんなことをやったかなというふうには思ってますが、多分載せられないものがたくさんあるということだ。またこれについては、目を通していただきたいというふうに思います。私が12年前に、市長に、まあ、なせていただきたいということで、まあ、立候補をしたわけでありますけれども、
その時に一番その思いとしては、市民の皆さんが政策決定の場に、参加してもらう、参加する、まあ、そういう、まあ、状況条件を生み出していく必要がある、まあお任せ民主主義のようなそういうことでは、これからの基礎的自治体は、十分な町づくりも元気な市民が活躍できるというような町にはなっていかないだろうという意味で、そこをしっかり進めていこうという思いが、ありました。もちろん雇用の場の確保とか医療整備とかということはもちろんありますが、一番そこに重点を置いて、まあ、そういう意味で、一定のやっぱりルールを定める必要がある。ただ、こうしよう、ああしようというだけではなくて、そういう意味で、この資料の中にもありますが、まあ、最初に掛川市の自治基本条例を、まあ、制定をしておく、掛川市の、まあ、大方針、ある意味では掛川市の憲法のようなものが定められていない、これをしっかり定めるということがスタートだと。そういう意味で、これは25年の4月でありますけれども、多くの市民に参画をいただいて、2年間かけて徹底的に、市民の皆さんに議論をしていただいて、まあ、自治基本条例が制定をされたということで、あります。この後の指導にあたっては、今の静岡大学の学長になられました、まあ、ひずみさんにはずっと指導をいただいて、市民と、まあ、どっちかというと、ひずみさんのような研究者といいますか、学者といいますか、大学の先生に参画人として、まあ、制定ができたということであります。まあ、これはもう、本当に市民主体に、まちづくりを進めていこうということと、そのために、どういう、情報はしっかり共有しましょうよと、それから市民が、いろんな活動に積極的に参加しましょうよ。さらにはそれらがみんなが一緒になって共同で進めていきましょうよという大きな3つの基本テーマを定めて、まあ、まちづくりを進めていこうと、まあ、こういうことで25年に自治基本条例を達成です。まあ、その後、住民投票条例、これはもう、市民の皆さんが直接いろんな課題に対して、直接考え方が伝えられる、あるいは市民の皆さんがある意味では決定権を持てるというような住民投票条例を制定していこうということ。地方自治法に基づく住民投票条
条例を見てみますと、まあ、50分の1以上の要求があって、首長がそれを受け取って判断をして、まあ、議会の考え方を聞いて決めていくと、まあ、こういうのが通常の住民投票条例でありましたけれども、首長とか議会に、関係なく、掛け合わせの場合は6分の1の以上のそういう住民投票の設置の要請があれば自動的にもう住民投票をやりましょうという条例制定をいたしました。その時に、外国人、外国の人たちも住民税を払っているわけでありますので、当然、そこに参画する権利があるという条例を、まあ、議会にも多少の意見はありました。議会よりはもっと外部の人でいろんな意見を直接あるのなんだそんな条例を作るのかっていう、お叱りの意見がたくさんありました。当時あの、竹島の話がちょっと話題になっていた時、竹島にあの外国人がたくさん住んで、そこで、外国のものなんていうのは、それが通っちゃうのかというような極端なご批判もありましたけれども、まあ、議会もそれほどの反対になった。いずれにしても市民がある意味ではいろんなことを提案し、ある意味では決めていくということが、決めていくというよりも参画できるという条件を作りたいと、まあ、そういう思いで、からあのもう一つは、今の少し話題になっていますが、まあ、共同農地の推進条例を定め、順を追っていろいろルール制度を作りながら、ある意味ではそれを推進する組織も用意しながら進んできたと、まあ、こういうことであります。それが、なかなか十分に、思った通り機能しているかというと、まあ、そこまではまだ至ってはいませんけれども、これからのやっぱり地方自治というのは、まあ、そういうことが必要、市民意識がどんどん高くなってきておりますので、議会と行政だけがいろんなことを決めて進めていくという、もう時代ではないというふうに思っておりますので、まあ、こういうものをうまく機能するように、まあ、これから、新しく市の新体制ができたら、しっかり組まれたいと、そういう期待をしているところであります。それとあのこれまで振り返ったんですが、まあ、最後にあの、まあ、23日で、24日から次の人に、まあ、引き継ぐわけですけれども、一つだけ、まあ、しっかり、次の方に、伝えておきたい、あるいは言っておきたいということは、やっぱりあの今問題になっておりますけれども、大井川の水の問題であります。まあ、流域自治体が8市2町ありますけれども、その中で本当に大井川の水に一番頼っているのがこの掛川市です。まあ、従来から申し上げてきておりますが、生活用水、これは9割を大井川から頼っております。さらには農業用水、工業用水、これも大井川の水をいただいて産業活動、農業振興が成り立っているわけでありますので、ここはしっかり、守っていくということが
大切だというふうに思います。まあ、そういう意味では、JR 東海がトンネル工事をするということにあたってはですね、大井川の水を減らさない、それから汚さない、さらには上流部の自然環境、生態系、これを守っていく、こういう大前提があって、まあ、JR 東海との話し合いというのはあるんだろうと思いますけど、この 大前提がなくて、いろいろな話し合いというのは、まあ、現時点ではやっぱり JR 東海がそういうことを進めるにあたってはトンネル工事を進めるにあたっては十分流域の自治体の皆さんに理解をしてもらう、理解をしたということがなければとても工事というのはなかなか流域の皆さんは、承諾といいますか、難しいのではないかなというふうに思っていました。まあ、こういうことはしっかり伝えていきたいというふうに思っていて、都会に住んでいる方とかいろんな方は水の問題についてのその思いというか理解というか、これも本当に農業をやられている方とか、あるいは本当に水不足が多かった地域の人たちの考えと少しギャップがあるというふうに思います。私は二十数年前、この合併前の大塚町の地学を2年半ほど務めておりましたが、この大井川の農業用水の最末端が大塚なんです。一番水が欲しい時は上から水をずっと取ってきますので、大須賀までなかなか水が届かない。そういう意味では、上流部の大東町とか、あるいは小笠町とか、あるいは菊川町とかというところと大変な激しい、やり取りもありました。最近はパイプラインで南北になって水を取り込むにも取れないというような状況になっているようですけれども、まだ免許の水路があるわけでありますので、まあ、そのくらい水の問題っていうのは大変で、行政がしっかりこれは心配のないような確保をに努める、まあ、最大の責務の一つだというふうに思っておりますので、ここはしっかり後継者にも伝えておきたいというふうに思っております。
まあ、12年を振り返るということでありましたけれども、またあの資料を見てもらって、こんなことを師匠が12年間でやったんだなということを、まあ、確認をしていただければ大変ありがたいというふうに思います。私から言うようになります。